回はまあなんて言うんだろうな、台本とかでね、割となんか普段から適当だったりするんですけど、まあその日頃から適当な台本が、まあ、今回はさらになんか適当な感じになってまして、なんとですよ、今回の台本は年末だからイルハートがこの8ヶ月間を思い出す相馬東海としか書いてないんですよ。いや、なんかさ、年末だから思い出を語ろうみたいなのはわかるんですけど、相馬東って演技悪くないですか。いや、まださ、まだ死ぬことが決まったわけじゃないからね。あ、大好き。ですね、なんかイルハートの2018年の思い出としては、なんだろうな、まず、まあ、4月にね、爆誕したことですかね、まあ、4月にこうつなこママのおかげで生まれまして、で、なんだろうな、まあね、いろいろなんか動画やったり、ん？動画を投稿したりとか、ツイッターとかもね解説したりとかしていろいろやらせてもらったんですけど、なんだろうな、一番楽しかったことは、なんか、まあ、初めてね、初めて他のバーチャル YouTuber さんとコラボしたのがね、ケンジン琴音ちゃんの、ツボと PUBG 回だったんだけど、まあ、なんて言うんだろうな、その、他のね、VTuber さんに会ったのもすごい初めてで、なんかもう会った時、ヒューみたいなのあったんだけど、ケンジン琴音ちゃんですかみたいになったんだけど、なんか、なんて言うんだろうな、本当にゲームもね、私PUBG はクソ雑魚だったんですけど、本当に楽しくて、なんかこうやってこう、なんて言うんだろうな、バーチャルでもいろんな人に出会えるってすごく楽しかったなって思います。なんかね、来年もね、来年あれば、いろんな人とね、いろいろやっていきたいなって思ってます。ま、でもってですよ、でもってですね、とうとうですよ、来週イルハートの本命が決まるらしいです。いや、本当にね、いや、本当にまだこう続けるのか続けないのか聞かされてなくて、俺なんか本当に毎日ねってなってるんですけど、なんか、ま、正直、ま、この生まれてからのね8ヶ月でイルハートにね、こうイルハートにできることは大体やれたのかなとはね思いますので、なんか、なんていうの、ま、正直さ、こうなんか偉い人にさ、なんかイルハートはまだ続けたいんですってなんか会議とかでさ言えるね、直接言えるわけじゃないから、なんかもうイルハートはもう待つだけ、なんか何座して待つみたいな感じしかできないんですけど、まあね、継続を願って頑張ります。頑張ります。ん？え、なんかここで告知ってなんか楽屋裏じゃない気もするんですけど、まあ確かにあれですよね、今のタイミングしかないですもんね。はい、ということでね、皆さん聞いてください。私イルハートをなんと大好きなゆりちゃんの生放送クリスマス会にお邪魔することになりました。はい、まあね、こうクリスマスっていうね、ありがたい日、ん？めでたい日に、クリスマスっていうめでたい日にね、大好きなゆねちゃんと会えるのもすっごく嬉しいし、なんて言うんだろうな、なんかその放送があるおかげでこう24と25を一人で過ごす言い訳ができたっていうか、なんかまあね、そんな感じで私もとっても楽しみにしてるので、皆さんぜひぜひ見に